はこれからどうするんだ。私俺たちと一緒に行かないか。メイク、セレナのおかげで白檀ジムを攻略できたんだ。これからも一緒にいてもらえると助かるんだけど。うん、一緒に行ってもいいかな。やっぱそうか。サトシ、雰囲気出てんじゃん。これがサイフォンレースのスタイルなの。似合ってるかな。バッチリよ。どうしたんですか。うまい、こんなうまいお菓子食べたの初めて。脅かさないでよ。うまい。兄弟の立場逆転だね。お兄ちゃんとしての面目丸つぶれね。ビーガー、サトシ。ああ、セレナは。私は大丈夫。ビーガーちゃん。ピカチュウ、来てくれたのか。ほら。ありがとう。ついてない？新しい衣装のチャームポイントはこのフォッコ耳と尻尾です。かわいい。ねえねえ、サトシも撮影手伝ってよ。でも俺たち特訓の途中で。たまには息抜きしないと能率上がんないわよ。うん、ビッカ、そうだな。やだ。ビッカのことを思って。セレナのおかげで乗れるようになったしな。それはサトシが頑張ったから。よし、じゃあみんなと一緒にやっ。どうかしたのか、セレナ。ううん、なんでもない。そっか、もうセレナはポケモンパパ。サトシ。何これ、もらってくれないかな。なんで。セレナに言われなかったら選べなかったよ、プレゼント。だからこれ、セレナにお礼。ありがとう、大事にする。もったいない。気分転換、短いのもいいでしょ。似合ってるよ、セレナ。ありがとう。あ、そのリボン。そう、サトシからのプレゼント。つけてくれたんだ、サンキュー。ミカチュウ。待ってろ、ヨシトン。張り切ってるわね、サトシ。おお、すごく楽しみだからな。それじゃあ先に直営店行こうよ。そうだな、行こうか。やったー。あの女子のパワーにはついていけないですね。でもセレナたち楽しそうでよかった。セレナ、ユリイカ、サトシ。セレナとユリイカはモデルだったんですか。ジムリーダーとモデルと一緒に旅してるなんて羨ましい。いや、違うって。セレナ、どういうことだよ。本当のモデルの人が手違いで来られなくなったみたいで。あの、セレナ最高だぜ。には謝らないとね。セレナ、すげえ似合ってたぜ。やったぜ。ともその格好。サトシ、お手伝いするのに。サトシどう、変じゃない。動きやすそうだし、すっごい似合ってる。本物みたいだ。そう。少し離れてる。そうと決まればグロリオシティに出発だ。負けてられないな。セレナのマスタークラスへの挑戦はできてるよ。おはよう、顔洗ってきて、朝ごはんにし。今アイアンテールだ。ピカチ、心配したじゃない。ごめんごめん。
今日はもう。おかえり、私の憧れの人。セレナはこれからどうするんですか？ちょっと迷ってるんだ。セレナなら大丈夫さ。俺信じてるぜ。ビガーミッカー。うん、ありがとう。セレナは何かある？特には。だったら付き合ってくれよ。あ、セレナ見てみろよ。かわいい。あ、サトシ。いいからこっちこっち。あの時思ったんだ、一人で何でもできるわけじゃない、支えてくれるポケモンがいるから頑張れるんだって。サトシ、俺はいつだってセレナのこと応援してるからさ。私の目標よ。次に会うまでにもっともっと魅力的な女性になるから。